はいえー、今回なんですけど、えー、第6回フォーオフを約4年ぶりにあの開催することになりました。で、スポンサーは、あの黒目川隆之介くんがキャッシュを出して運営されますけど、えっとね、この件について思ったのが、あの、ポケパラ終わってオフやばいっすね。なんでかっていうと、あの、福井オフが来週なんですけど、福井オフって結構歴史あるんだけど、 参加者見たらなんか一桁で <laughs>、これ本当に集まんのかなと思って、抱負心配になりましたけど、えっ、ー、と場所は、あのー、なんとか、リガーサイの本橋だっけなんか、結構あのね、あの僕の地元のとこではないんですけど、まあ、ち隣町ですね。うんまあ、今タクシーとかどう,どうにかしてこう機材はどうは運ぶかっていうのはちょっと検討中なんですけど、 もう安いんだけどモニターがないのがちょっと問題でね、うんまあ、どうしようかなっていう話なんだけどあのー、全然ねあのスタッフもう一人ぐらいいてもいいからなんかスタッフで行きたい人もなんか連絡くれたら全然、まあ、知ってる人だったら全然いいしで僕は対戦参加するかについては、ね、しないつもりだったけどなんか面白そうだからなんかねあの、まあ、参加しようかなっていう感じにはな,なってますけど。 まあでもなんかあれですね。なんか、ポケバラ終わって一気にこうガタって落ちましたね、また。<laughs> なん本当、人集まるか不安なんですけど、まあ、12月30日東京で、えっ、ー、とね、チケット1000円です。で、割愛して話したい人ってもなんかいるかわかんないけど、まあいたらまあ来てって感じだけど、あのー、対戦3回以外の枠はなんか2しかないんで <laughs>、スタッフ増える分にはまあちょっと、増え、あの、 収容人数が30だから、あの24人対戦参加で,で、スタッフが2人で、で俺が対戦参加して,るしても25になっちゃうから、もうなんか、見学っていうのがどうしても2、3枠しか設けられなくて、あの、あんまその話したくて参加とかできないんですけど、まあ、興味ある方は、まあ、対戦ローン持って参加してくれればでルールは、あの、12月14日に、あのー、 なんだっけ、あの、DLC は解禁されるんで、それで解禁されたやつありで全国 W やります。はい、というわけで、あの、告知は以上となりますので、えっと、皆さんねどう、どんどん参加してください。あー、ジーンとかね、来たらいいな。帰るとかね。あの辺来てくれたら、絶対参加費分はぐらいは回収できるけど、俺参加費、あ、俺、会場費俺は出してるわけじゃないから、今回は、まあちょっと本気で人集めようとは思ってないです。 <laughs> もう全部人任せで、電話も、あの、芥川じゃないや、黒目川にやらしてるんで、全部やらしで、なんか手続き系僕苦手なんで、本当はやりたくなかったんで、そういうのは全部ちょっとやってもらいました、今回は。はい。というわけでね、あの、新法府、まあスタッフがほとんど入れ替えましたけど、かほぼてか全員入れ替えましたし、豊田に出入りできなくなったんで、あの会場が使えなくなったんで、だいぶ寂しいですけどね。ああまあ、あのー、 ね、新たな、まあ、会場でね、一応キャパも狭いですけど、まあでも30ぐらいでもいいと思いますよね、正直言って。あの、なんか僕100人以上のオフ主催する気にならないっていうかなんか、100人以上だともなくもはや交流できないですからね。<laughs> うん、だから少ない人数でなるべくなんか、運営して参加費も安くしたかったんですけども、ちょっと参加費は高くなってしまいましたね。200円とかではもうちょっとできないかなっていう。 感じですけど。うん、まあ、参加でぜひね、よろしくお願いします。このチャンネル見てる人はね、よろしくお願いします。あの、ツイッターに記事が出てるんで、はい、それ見ていただければね、スプレッドシートありますんで。あーあと、あと、嵐はね、あの、本当困るんでね、やめてください、ね。あの、一応 Google アカウントでログインしないと、あの、コメント、あれ、一,一つの Google アカウントにつき一回しかあの申請できないようになってるんですけど、嵐は本当はやめてください。 はい、以上です。あの、嵐のせいでね、本当に参加したい人は参加できないと本当に困るんでね。